クマルは中央アメリカから南アメリカ北部に自生する豆科の必死植物の樹木である。クマルという語はフランス領ギアナの先住民の話す言語から来ており、以前の族の名前クモアローナの由来ともなっていた。また同じ地域に住む別の先住民からはトンカと呼ばれている。木の高さは20から30メートル、幹の太さは直径1メートルまで育つ。 樹皮は滑らかで灰色であるが、木部は赤い。葉は、互い違いの羽状葉で、光沢のある、ダークグリーンである。花は、ピンクの花が咲く。中倍花で、花粉は、昆虫が媒介する。一番の害獣は、この好みを狙うコウモリである。いくつかの基地のアントスティメラアブディータ、ダイエトライプルーフィーカーニーズ、マクロホマカルブリジャラ、 マイオカプロンクベンスなどの真菌が病気を引き起こす。この木の種はトンカマメと呼ばれている。車場草に似た強い甘い香りを放つクマリンという成分を多く含むことから香料や菓子に利用される。香り成分のクマリンという名称もこの種から抽出されたことに由来する。クマルはブラジリアンチークとも呼ばれている。 ジャンカコードで3540という硬さを持つことから耐久性が高いと評価されている。耐火性評価は耐火伝藩指数が20であることからクラス A の評価を得ている。クラス A となるには耐火伝藩指数25以下の燃えにくさを持つ必要がある。デシックちゃん、ウンジョンパーク、マイケル・イ・ホーソーン、ホゼ・シュンカー・ビゴ、ジェームズ・ジー・グラハム、 フェルナンド・カビジズ、ベルナール・ディ・サンタル・シロ、アンドリュー・ディ・メッセー・カール、ハリー・ HS ス・フォング、ロジェンド・ラジー・メータ、ジョン・ M、ペスト、アンド、エダ・ダグラス・キンハーン、2003、ポテンシャル・キャンサー・キモ・プリベンティブ・コンスティチュアンツ、オブ・ザ・シーズ・オブ・ディプテリックス・オドラタ、ジャーナル・オブ・ナチュラル・プロダクツ、ボリューム66、ナンバー5、ハット・ ABCRC ・ハンドブック・オブ・オルターナティブ、キャッシュ・クロップス、 ページ238から239パトリシア・シャンリーマリロダセラ・シルバタデ・ウメロレイチェル・カーメンタロバート・ナシ2012フロムコンフリクト・オブ・ユーズ・ツー・マルティプル・ユーズフォレスト・マネージメント・イノベーションズ・バイ・スモール・ホルダーズイン・アマゾニアン・ラギング・フロンティアーズフォレスト・エコロジー・アンド・マネージメント268 70から80 エリザベス・ギャスケルの小説クランファード、エイト・ヒズ・チョップ・イン・ソリテュード、テニスン、エス・ア・ルーフネス・リスペクティット・バイ・フェロー、ダイナース・アット・レストラン・エイジ・パトロナイズド、ザ・マウント、スターリング・アドボケート、ウェンズデー、オクトーバー・ロック、1909、マウント、スターリング、KY、ハリス・アンド・メイソン・ハット、クマルー・デッキング・アンド・ハードウッド・フローリング・コンペアード、 2015年10月27日閲覧。グレッグ・バナスキーテストレポートの RJ2432 から2。カイ・ラボラトリーズ・インク2015年10月27日閲覧。ありがとうございます。